メジャーリーグの頂点を目指すプレーオフの戦いが始まった。憧れ続けた夢の舞台、メジャー7年目で初めて挑戦する。その表情には笑顔も。球場に到着した時も大舞台を前に余裕の表情を見せていた。そして始まったドジャース対パドレスの初戦。ドジャースの先発は今シーズン大谷選手と共にドジャースに入団した山本由伸投手。初回ツーランホームランを浴びるなど、いきなり3点を失う。しかし次の回、ツーアウト二塁一塁のチャンスで大谷選手。打球は弾丸ライナーでライトスタンドへ。同点のスリーランホームランを放った。チームメイトとファンを鼓舞する大谷選手。そして4回の第3打席では、バットを折られながらもパワーでセンター前に運び、満塁のチャンスを演出。ドジャースはこの回3点を挙げ、逆転に成功した。ドジャースはこの後も追加点を奪い、7対5で勝利。大谷選手はホームランを含む5打数2安打3打点の活躍でドジャースを勝利に導いた。試合後、大谷選手は、雰囲気自体がすごい興奮、熱気で、本当にただただ楽しいなっていう、ゲームでした。こういう初戦を素晴らしいチーム相手に取れたっていうのは本当に、大きいんじゃないかなと思います。